おはようございます。唐辛子 TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。2018年1月23日火曜日の朝でございます。昨日関東地方雪が降りましたので、千葉県の私の住んでいる町もこんな感じで真っ白になっております。ということで今日は車じゃなくて歩いて出勤するということになりました。これ映んないな。ということで今歩いて会社に向かってるんですけども、雪の中の動画を撮りたかったので、こうして自撮り棒を撮って動画を撮っております。いや本当に若い女の人がですね、自撮り棒を持って動画を撮りながら歩いていればいいですけど、朝からおっさんがですね、出社するときに自撮り棒を持ちながら、自撮り棒を持って話しながらですね出社する人ってあんまりいないと思うんですけども、まあまあその辺はご容赦いただければなと思います。それとこの道になったら撮ろうと思ってたんですね。ここ一通りも少ないと思ってたんで、そしたらね、まさかのこうやってもして ど逆光、後ろに太陽があって全然なんていうんですかね、映ってないかもしれませんけど、まあその辺もちょっと考えが甘かったということになります。はい、ということでこうして歩いております。でやっぱり皆さんこうやって雪かきをされてるわけですね。それで今日の朝私も寝ててですね、音って結構上に上がってくるじゃないですか。それなんで住んでると一軒家じゃないんで、そのマンションのですね、下の雪かきをして音が聞こえたんですね。まあ、これはやんなきゃいけないかなと思いつつも、そーっと寝てました、はい、そうなんですよ。いやなんか申し訳ないなと思いながらも寝てたって感じです。これはそうですね。今まさかの自撮りしてるのというふうに、声をかけていただきました。はい、いやでもあれよく自撮りって分かりましたね。これが多分自撮り棒だと思ったんでしょう、まあ、思ったんでしょうというか自撮り棒なんですけど、自撮り棒というか実際にはですねこれ三脚なんですね。自撮り棒あっだと思うんだけど、こういう時に限ってないんですよ。しかもこれは自撮り棒を探すのに2、3分かかったし。はい、今船橋の大神宮、こちらに入ってまいりました。まあ、これ年末年始はですねここすごいんですけども、今日は年末年始ということも何でもなく、こういう一面の雪になっております。でこちらの大神宮のトイレ、思った以上に綺麗でびっくりしたということがですね、まあ、例のニンニク男、ニンニク男の動画はまだアップしてませんね。あの男が言ってました。はい、ということでですね、あそうだね、ニンニク男のことまだ YouTube の動画にしてないから早く編集してやんないとな。うん、まあこれニンニク男で私のことじゃないです。はい、ということでですね、この大神宮の中を歩いていきましょう。意外とねこう、あ、まあ、雪かきしてんだろうね。それとこの木がいっぱいじゃないです か、すごいね。この木からの垂れてくる雪っていうか、溶けた、雪が溶けたね、雨みたいな水がね垂れている、すごいね、雨が降ってるみたいな感じになっております。ということで今日はこうしていきたいと思うんですけども、今日何よりびっくりしたのはこの自撮り棒持って行こうと思ったんだけど、あれですよ、びっくりしたのはね、まさかの大逆光。もうほんとびっくりするほどストレートに逆光だったね。ピラミッド、エジプトのピラミッドってあれ、こう太陽のなんていうんですか、こう光がこうちょうど入るようになってるんですね。もうあれと同じぐらいこうピカーッとここに来るような逆光でした。うん、まあそのエジプトのピラミッドの話はいや、なんで俺今ピラミッドの話を思い出したのかどうなのか分かりませんけども、まあそういうこともですね、いろいろありまして今日こうして動画を撮っております。はい、あららら、これも大変だな、この雪だるまも。せっかくの雪だるまとして生まれたにもかかわらず、これ倒れちゃってる、なんか斜めになっちゃったよね。はい、ということでございます。そしてここが船橋を代表する、船橋っていうかもうほんとこの辺を代表する神社、船橋大神宮でございます。ということで、今日は船橋大神宮はこんな感じで雪景色になっております。はい、そうなんですよ、こんな感じでですね雪景色になっていて、そこで
いろんな人いるかなと思ったら、今日喋ってるのは私だけということになります。まあそれはそれでいいんじゃないでしょうか。このふわふわの新雪の雪、これがいいですね。本当になんかこの雪の中を歩くってことは日頃あんまりありませんから、こうしてふわふわの雪を歩けて、これいいな。これでもこの太陽だから多分今日の午後にはもう溶けちゃうと思うんですけど、はい、さあということで、こんなわけで雪の中を歩いていくんで、歩いているとですね、このなんか靴がだんだん濡れてきたような感じがありますんで、ちょっとこの辺で雪の中から出たいと思います。さあそれでは行ってみましょう。祈る場のある暮らし始めませんかというふうに書いております。千葉県神社町っていうのがあるんだね。統括支部政策ってなってる。またこのなんていうんですか、キャラクターっていうか、この絵の方もまた本当にこう神社、船橋大神宮とは思えないような感じの人というか、何人でいいんでしょうかね、人になってますね。さあそれではもうちょい歩いていきましょう。いいですね、こうして雪の中を歩くの。いつもはもうちょいこの時間でも人がいる気がするけど、今日はあんまりいないな。でこの後ろにあるのが、この裏側にあるのがですね、ここに灯台があるんですよ。この灯台、1月1日ぐらいしかこう開かないんじゃなかったかな。はい、そんな感じになっております。そうそう、あの灯台ね、あれがなんかお正月しかこう普通の人は登れないっていう灯台になってます。さあそれでは歩いていきましょう。また雪がいっぱい上から落ちてきました。あのでちょっとこの最近できたこちら側も行ってみましょう。これあの車両進入禁止って書いてあるわけで、立ち入り禁止とは書いておりませんので、まあ、歩いていく分には大丈夫ということになっているわけでございます。まあ、一応ちょっとこうお辞儀をしまして行きたいと思います。はい、ということでこんなわけで雪の中の出社ということになりました。なかなかいいもんですね。昨日の夜、軽トラ、昨日の昼か、軽トラにチェーンを巻く練習をして、それでこうチェーンをですね、今今年こそはこのチェーンを巻いて軽トラが動くんだろうなと思ったんだけど、まさかの、まさかでもないな、俺もちょっと想像してたけど、結局実際チェーンを巻いて軽トラで雪の中を走るという状況はありませんでした。あのね、もう3、あららららら、雪がすごい。3年ぐらい前にあのチェーン買ったんだけど、なかなかね、実際の雪の中デビューしたいね。何回か、毎回雪が降るって天気予報で言った時に巻いてみて練習をすると、もうそれだけ。まあこれでいいのかなと思うんだけど、まあその辺はしょうがないと。もうあのデビュー戦っていうのはいつ来るもんか分かんないですから、こうね、例えばプロボクサーとかさ、そういう風に、あと競輪選手とかさ、そういう風だとデビュー戦がいつかっていうのはあると思うんですけど、普通の人って特にチームスポーツとかだったら、ね、今日デビューするかどうかなんか分かんないじゃないですか。試合で突然じゃあちょっと出てみろって言って出るっていうのを、今別にデビュー戦の話しなくていいんだけど、デビュー戦っていうか今話してるのは人間のデビュー戦の話で、軽トラのチェーンがデビューするかどうかなんてのは別にね、まあ、大した問題じゃないっちゃ大した問題じゃないんだけど、あのチェーンせっかく買ったんだから早くね使ってあげたいなみたいな感じなんですよ。あのゴルフ用のレインウェアだって一応買ってたって、実際使うことがあるかどうかって分かんないじゃないですか。まあそれと同じような感じです。ちょっとここでお賽銭というかお参りしていきましょう。ちょっとここはですね、動画を撮るのやめます。いやー、そんな感じですね、今日もこうして歩いております。ということでこう、あ、そうだ、それとですね、唐辛子 TV ではあの数年前にこの関東地方で雪が降った時、あれをですね、関東地方、まあ私たちの場合ではなんか大雪の時をドカ雪などというようなことが時々あるようなんですけども、そのドカ雪の時にいつもの先輩と鎌倉を作ったんですね。もう結構年取ってからですよ、年取ってまだ数年前ですから、もう大人2人鎌倉を作りまして、それもね、そんなにまあ極端に大した鎌倉じゃないかもしれないけど、でその鎌倉を作った動画と、それプラス鎌倉の中で2人で鍋をやった動画がありますので、ぜひその辺はこちらに貼っておきたいと思います。
こういう感じでですね、鎌倉を作ったところを早送りで動画にしましたという感じでございます。それとその鎌倉の中で鍋をやってるというような動画でございます。ぜひこちらの動画も見ていただければなと思います。ということで本日の動画これにて終わりたいと思います。今日は2018年1月23日、昨日1月22日の夕方ぐらいからですね、午後から降り始めて雪でこう雪が積もっている中の出社ということになりました。ということで今日はこれにて動画を終わりたいと思います。私できる限りこの動画早く編集してアップしようと思いますけども、相変わらず編集するまでに遅いですので、リアルタイムな情報などはインスタグラム、こちらに結構アップしてますんで、インスタグラムの方のフォローもぜひよろしくお願いします。インスタグラムは唐辛子 TV ってやったら出てくると思いますのでよろしくお願いします。でこの動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。さあということでこの後こちら船橋メインストリート、いわゆる今ですね、動画を撮ってたらこの階段からまさかの人が上がってきまして、だいぶ恥ずかしかったということになります。はい、ということでこちら船橋メインストリート、こちらを見ながらお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。あ、そうそう、船橋メインストリート、いわゆる本町通りです。本町宮本通り、ここでね、夏にお祭り、4月にお祭りがやったらするんですけど、この船橋メインストリート本町通りを見ながらお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。グッドバイ。京成電車も通っております。銀座線のように颯爽と走り抜けていきました。それでは行きます。じゃあちょっとここから階段ですので転げ落ちると危ないので動画撮影一旦やめたいと思います。危ない危ない、滑るからね、これ気をつけないといけません。